皆さんこんばんは、ピースオブシリアのヘムリです。もうね、早いもんで7月末ですよ。早いな。ちょっと今日本にいないのでオリンピックの盛り上がりとか全然わかんないんですけど、盛り上がってますかね。あ、西坂さんこんばんは。今日のゲスト菊池くんはですね、このイズミールという、あ、イズミールという、港町に今お住まいでございまして、そのイズミールから、お話をしてもらいます。テーマはですね、活動とピスタチオコーヒーの魅力ということで、彼がやっている活動、そして彼が今おすすめしているピスタチオコーヒーというとても体に良いというコーヒーの説明をね、していただきたいと、思っております。ということで、菊池くん、そっちなんかケニアとトルコからお送りしている今週のサマル見てくださってる西坂さんがですね、普通のコーヒーと違うのかなって、ちょっとピスタチオコーヒーに興味津々なのと、あと先週のゲストだった純平くんがですね、先週は今夜、今週はイズミールですねっていうコメントが。お、じゃあ、はい、菊池くんよろしくお願いします。よろ、はい、はじめまして、今トルコの、イズミールに、住んでおります、菊池と申します。よろしくお願いします。イズミールってそうですね、なんか日本で言うとよく大阪みたいな、なんか商業都市というか、まあ一番なんだろう、大きいところイスタンブールで、あんから3番目ぐらいのイズミールという商業都市、結構そう、ヨーロッパに近いんで、すごく他のトルコの街よりもすごくヨーロッパな感じなんですよ。だからオープンというか、アラビア圏なんですけど、すごい皆さん、ヒジャブをかぶってなかったりとか、はだけたりとか。他も、そう、はだけたっておかしいですけど、そう、あんまり肌を隠さないし、まあ、そんな感じがいいです。これ、ちょっとじゃあ画面共有かな。ちょっと自己紹介で、今トルコで、まあ、ちょっと小さな、ゲストハウスというか民泊業をやっておりまして、で、名前のところになるんですけど、ゲストハウスを始めた理由というのは、中野さんと、同じ、僕はちょっと小さくこうやってるんですけど、シリアの、教育支援団体に、ボランティアとして、参加しています。まあ、ゲストハウスをやるきっかけになったのも、やっぱりこう、継続した支援というのが、どうしても難しいというところとか、まあ、本当にこう離れているところで、まあ、どうやって、それを、まあ、知ってもらおうというか、のを考えたときに、うんうん、まあ、トルコってもともと、なんですかね、観光大国っていうふうに言われてて、もう、何年前に、本当にどのぐらいかな、数ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、かなりこう、カウント対応で、やっぱゲスト、旅行者の方とか、たくさんで、ゲストハウスって民泊業はすごく需要があるので、じゃあ、泊まりに来てくれた人が、そのまま、まあ、自分のところに泊まりに来て、で、ちょっとこう話しながら、こういう活動をしてるっていう、まあ、ちょっと興味持ってくれたら、そのボランティア団体に、泊まって、子供たちと、まあ、一緒に、参加できるような仕組み作りを、作りたく。で、なおかつ、そのまあ出た売り上げの一部を、子どもたち、その教育支援の団体の、するために、こう、寄付という形でやろうと、ことで、スタートさせました。なるほど。なんですが、コロナの関係で、ちょっと、難しい。あれ、なんか今、ハウリングします。大丈夫。大丈夫。本当？大丈夫。大丈夫です。はい。コロナ関係で。まあ、今、支援しているレビっていうのが、レビっていうんですけど、FGU ボランティアを、まあ、本当にこう、ボランティア団体みたいなイメージなんですけど、シリア人だけで集まってる、運営してる、まあ、いわゆる補修校ですね。まあ、イメージだと本当にこう、もう、キャラ小屋というか、っていう感じ。はいはい。はいはい。で、本当にこう、マンションの一角で、みんなでお菓子食べたりとか、ですね、ダンス、ハンドから英語をしてたりとか、それこそアラビア語とか、やっぱりヨースピースオブシリアさんの経由で、ヨースさんご存知ですけど、こう補修校っていうか、幼稚園、キンダーガーデンとか、なかなか、ないっていうのが現実なので、まあ、そんな感じで、逆にトルコに来るとトルコ語をまた覚えなきゃいけない
ので、だからトルコ語を覚えたりとか、北極なりアラビア語を教えたり、そういう活動をしてます。ね。あと、コミュニティ活動というか、その、子供たちの家族を訪問したりとか、そういった、いわゆる、まあ、ちょっと書いたんですけど、その、子供たちの、まあ、お母さんたちの、サポートとかですね、やっています。まあ、こういう、ぬぐるみを作ったものを、日本で、かわいい。そうですね、かわいい。エイリアン。いや、わかんないですよ、この、なかなか。結構こういう感じで、まあ、やってはいるんですけども、はい。まあ、そこに、自分が、こう一緒に活動してるっていう、感じです。なので、もしトルコに来る機会がありましたら、ぜひ、泊まりに来ていただければ嬉しいです。めっちゃ行きたい。でも、ね、なんか僕、内装がすごい苦手なんで、全然、可愛くはできてないんです。もしその ご教授いただけたら嬉しいです。本当にね、まあでもいろんなもの来てる方にアドバイスみたいな変えてはいるんです。そうだよね。でもこうやってこう、あ、いい、いい、なんかさ、集まれる場所があるのいいね。なんかこうやって。そうですね、そうですね。ちょっと。ね、自由にもっと移動できるようになったらみんなにね、ぜひゲストアップに来てもらって、はい、菊池くんのおもてなしを、はい、おもてなしを頑張りますいや、とりあえずチャイは出すんで、はい、チャイは出すねはい、ではちょっと簡単に自己紹介と、はい、活動内容を紹介してくれた、なんかこのままあれですかね、ちょっと行っちゃって大丈夫ですか。行っちゃってください。ぜひぜひ。行っちゃいます。行っちゃいます。で、ちょっと今日ですね、今回ご紹介したいっていうのですね、ピスタチオコーヒー、はい、質問にも、あったかと思うんですけど、何が違うのかっていう、ところですね。まあ、トルコ産ピスタチオコーヒー、まあまあ、聞いたことはないのかなと思うんですけど、ビタミンとミネラルが豊富でして、はい、ある地域ではですね、こう伝統医療として飲まれていたというふうに言われてます。そうです、薬の代わりになるぐらい、すごく体にいい。で、ピスタチオコーヒーということで、よく皆さんが、ご評されるピスタチオコーヒーって、こういう殻を剥くような、ものか。想像できると思うんですけど、実際こう使ってるのはですね、こう右側にある今ちょっと種が違うんですよね。種とかね。そうです、そうです。で、これがよくガジャンテップとか、シャンドルタとかこういう東アナトリアと言われているところで、繁殖されている、自然のこれ書いてあるんですけど、野生のピスタチオと言われているものなんです。これを、実際に、まあ、コーヒーの、ちょっと次の、スクリーンで紹介するんですけど、まあ、メネンゲチって言われてるんですけど、メネンゲチコーヒーとも言われていて、同じピスタチオとウルシカっていうところの、まあ、なんですかね、そういうウルシカの開発の、まあ、木からなる、機能。で、実際にじゃあ、どれだけミネラルだと、健康的なっていう。ね、ちょっとこれは、まあ、この回なので、こう、言えるんですけど、実際にこう、世の中に出すときには、やっぱり専門家の確証するものがないと、ちょっとここの中では、いくつか、こう、ネットにあるものをピックアップして、ものを。で、まず栄養価、含まれているものが、ビタミン A と B1、B2、B6。まあ、ちょっと言われてもあれなんですけど、まあ、そういうビタミンがすごくこう、ほうほうほう。ね、で、カルシウム、ナトリウム、リン、鉄、マグネシウム、亜鉛、ですね。というふうに、含まれています。うん。で、その効果から、その栄養素から、こう効果と、されているというのは、まあ、消化系だとか、まあ、腹痛、あとこう、息苦しさというところの、を解消してくれるとか、
あとですね、ビタリン C があるので、傷の注意の効果がある。いろいろこう読んでいくと、そんなに効果があるい。いや、めっちゃすごいね。これは本当に、なおかつ、美味しいというか、美味しくはしてる。え、今日気になるお味はなんだけど。気になるお味はなんですけど、そう、実際ちょっと今日、持ってまして。あら、あらあら。どうしようかな。あ、先にじゃあ。そうですね。味は、実はですね、その地方でいろいろ会社があるんですけど、まずこういうのがあったりとか、たくさん種類があるんですよ。こういうふうに。みんな見えますか？見えますか？こういうふうに。まだまだ、これは、どうなるのかな？その地域によって、うんうん。10種類だったりとか、その地方によって作り方が全く違ったりするので、味がすごく差があるんですよ。実際、こういうふうに、たくさん種類があります。これですね。いろんな、あって。で、これはインスタント状になっていて、実際ちょっと、やってみると。粉をですね、粉末状にしたもので、まあ、こんな感じですね。はいはい。あ、何色っていうのこれ？茶色？黄色。物自体は、そう、ちょっとこれ、インスタント状の中にミルクが入ったり、砂糖が入ってる。あ、そうなんだ。そうです。現地でも、実際にそのまま飲むってことはあんまりなくて、で、実際ちょっと、また、これ、後ほど動画でもどうやって作るかけど、これ、ちょっと難しい。これちょっとね、見てて、これを、実際にちょっと今、豆あるんですよね。これですね、今、手元にあるから。これですね。あ、見えてる、見えてる、大丈夫。これを、粉末、いったものを粉末にしたのが、実際、まあ、すごくこう、油分がね、いいんですよ、ここで、こういう、見えますね。すごく、ドロッとしてるんですね。見えましたか？お前、すごいドロッとしてる。ドロッとしてるんですよ。すごく油が多くて、油分っていうんですかね。いいんですけど、こうインスタント状の人は若干こう油、油分を抜いたものを、粉末状と、あとはこう、ミルク状のパウダーにしたりして、インスタント状にして、飲む。こっちの方が非常に美味しいです。なるほど。こういうふうに、天然で育ってるんですよ。でこういうふうに、まあ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 、Melengeç kahvesi eskiden Güneydoğu illerinde sadece evlerde ikram amaçlı tüketilirdi. Günümüzde ise aroması ve faydaları nedeniyle piyasada ambalajlı olarak bulunmaktadır. Melengeç kahvesi uçucu bir hazırlanışı bir kişilik tarifi. İlk cezveye konup üzerine bir çay kaşığı melengiç kahvesi ve zevke göre şeker eklenir. Karıştırılarak pişirilir. Çoto video no koe dekakute, Kikuchi kun no koe amma kikoe. Çoto hikayeme de. Ah, sugoi toro toro. Ah, toro toro janai no ka? Doro doro? Doro doro ya ne. で、これがドロドロになった
ものをじゃあどうやって、と大体現地だと、おあ、ミルクを先に、入れます。あ、まずミルクなんね。で、先にドロドロになった。うんうん。を入れます。はい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 。で、こういう感じで溶かしながら、では、まあ、沸騰するのを待って、で、ここに、トルコの人はもう甘いのが好きなんで、もうミルク入れて、はいはい、サポートするんで、まあもうすごいんですよ。甘さ。でこんな感じで、沸騰したら、まあ実際こういう、なるほど、そうですね、こういう、まあ、ものよりかは、なんですかね、コーヒーに近いような。また器がいいね。ですよね、これが。ものなの。で、一応、ノンカフェインなので、ミルクさんとか。ミルクさん。あコンカフェイン、コーヒーが飲みたいけどもね、で、甘さが、甘いものが食べたい。はい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 。まあ、すごくおすすめなので、ちょっとこれを今、本当日本人向けに、もうちょっと、方向けに、ちょっともうちょっと飲みやすいものに商品開発をしておりまして、これを、日本に広めていく。で、その、広めていくっていうのは、まあ、一つの目標。で、今後の活動としては、まあ、そのピスタチオコーヒーが、もっともっと売れるようになれば、子供たちの、今、新生子供たちのお母さんたちをですね、いつかっていうか、まあ、本当にこう、依頼が上がれば、就労、雇用していきたいっていうのが一番の。なるほど。結構、こういうのって、そのお母さんたちが作ったものっていうふうに、ね、結構、あったりするんですけど、実は、トルコでは、シリア人が働く場合は、トルコ人の、この職場の 10% を超えちゃならないっていうところがありますね。いわゆる、トルコ人、その職場にもし、トルコ人が10人いたら、1人しかシリア人に働けない現状があります。はい。なので、もし10人のお母さんと、シリア人の人たちが、はい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 。人の、トルコ人じゃない、トルコ人の人ないというのは、現実にあります。で、なんでこういう、ね、その10人に1人という現状なのかというと、やはりですね、トルコもですね、いろんな情勢だったりとか、まあそういうテロだったりとかで、かなりこう、いや、情勢というか、すごく暴落をしていて、つい10年前とかだったら、70、まあ、大体想像だったら、当時、10年前とかだと、10リラ、あ、ごめんなさい、75リラ、定例って言ったけど、今、14定例、13定例っていう、大体10年ぐらいで、もう、イメージすると、14定例、低タッチリラなんですけど、14だと150円ぐらい。はい。言うと、150円ぐらい。で、当初は、それ以上、だったけど水が今1リラなんですよ。うん。で、だいたい1リラだから、水が20円ぐらいなんですよ。日本に。はい。で、それの、だいたい
60倍ぐらいなんで、言うと120円ぐらい、100円ぐらいだったらコースト、100円ちょっとぐらいなんですけど、今だともう20円ぐらいってだいぶ暴落をしていて、で、なんでその決まりかというと、トルコ人も失業率が今 14% ぐらい、15%、本当に働く。失業率、すごい、こんな高いんですね。トルコ人も失業率が高いんで、まあ、でトルコ人のやっぱりこう、守るためにも、そういう、措置を進められているっていう現状なので、これは、まあ、多分トルコにある難民問題の現状というのは、ですとトルコ人とシリア人が、まあ、こう、共に、ユーワーじゃ、民族ユーワーじゃないですけど、やっぱりこう、両方が支えていくっていうのが一番大事な、肝になると思うので、まあ、トルコ人の、守りながらも彼らを守っていくっていうのが一番、やっていくと、まあ、大事なんです。いやー、大変だ。ちょっとなんかシリアスな、真面目な感じで、すいません。ピスタチオコーヒー。まあ、まあ、そんな感じで、はい、ちょっと今後、ピスタチオコーヒーを通じて、はい、はい、まあ、いろんな、はい、まあ、そう、お母さんたちの雇用を生むというものも、やっぱり中野さんも大事にされている子どもの教育という家庭で、子どもの家庭が、安定することになれば、子どもの教育が終われるというところになると思うので、一番はそうですね、子どもの教育というこのメインでやっていきたいと思います。で、中野さんの、はい、中野さんの後ろに映っている、お母さんたちというのが、お母様は先生たちもあるんですけど、実際にこうゲストハウスに来てご飯食べたりとか、あとゲストハウスに清掃が必要なので一緒に、ちょっと来てもらって働いてもらって、まあその場で、まあ働かせたりとか、そういうことを毎日やったりとかします。いやー、なるほどなるほど、はい、素敵ですね。引き続きまだね、今商品化に向けて日本でも飲めるようにっていう準備をしているっていうことなので、今日ね来てくださった人は多分結構もう飲みたいような、この辺はもう飲みたくなってると思うんですがまだ時間かかるんだよね。もうちょっと時間かかるね、準備にね。そうですね、ちょっともうちょっとね、今月中にはまあなんとか、はい、今月ってあと2日ぐらいしかないけど、ごめんなさい、来月なんで、ぜひ引き続き菊池君の活動を皆さん追いかけていただいてですね、僕も彼がクラファンとか始めたらシェアするので、していただけたら嬉しいなっていうふうに、はい、思っております。でピスタチオ自体はさ、でもガゼアンティップとかあの辺がすごくこう有名かなって思うんだけど、はい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 、でコーヒーもピスタチオコーヒーもはイズミールが有名っていうことではなくて、はい、まあ、いろんなとこで飲まれてるけど、今活動してるのがイズミールだからイズミール発で作ってるって感じ。まあ、そう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 なんですよ。そう、あの辺でしか工場がないですよね。あ、そうなんだ。ウルファとかアンティップとかっていうとのシリアの国境のすぐ近くのあたりにいっぱいピスタチオのコーヒーもなるし、コーヒーの工場もあるって感じ。そうです。なるほどなるほど。で、まあちょっとどういう感じでこう将来的にはなるか、レベルが上がれば。いやいや、ぜひでもね、今日聞いた人の中にはもう飲みたくてしょうがない人もいっぱいいると思うので、待ってます。頑張ります。ぜひ飲んでいただければ子供も増えるので、体にもいい、良くて子供も増えるね。いや、なんか僕さ、いや実はないけど、僕あの辺よく行ってたので、トルコの辺よく行ってたので、コーヒー飲みに行こうって友達に誘われて飲みに行ったコーヒーが今思えばこれやってん、トルコピスタチオコーヒーやって、はい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 、理解してなくて、なんかすごい美味しいねんけど、コーヒーやと思って飲むからさすげえ分からん、いや、それをっていう何これっていう。でも
ピスタチオコーヒーやわって、ちょっと今日さ、これすげえとでもない話やけど、ダースのさ、ホワイトピスタチオ味っていうのがあってさ、見えへんな。ホワイトピスタチオ味っていうのがあってさ、ちょっとこれ食べてんけど、なんかこれ食べて、あ、そう、あ、これ、これ食べて、あの、思い出したんやけど、あ、めっちゃ似てると思っちゃう。あの時のコーヒーの、なんていうの、感じに。感じ、うん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 、似てるなって思ったから、で、あれ、砂で温めたりするよね。砂で、おそらく。うん、なんか、なんていうの、ちょっと、伝統、なんか、そうですなんていうの、団子とか、京都で団子食べるときに、なんかこう、炭火で温めてるみたいな感じで、あと、ちょっと、ご当地物感を出すお店とかで、砂は熱い砂で飲むみたいな、あ、すみません、あの、ホワイトチョコ味ではないんですけど、あの、ピスタチオ味が、あの、ちゃんと僕飲んだ時もしましたよっていう、そのピスタチオ味に近い、僕の中で近いイメージが、あの、ダースのピスタチオチョコレートだったっていうだけでございまして、ホワイトチョコの味はしない。あでも牛乳と砂糖入ってるからちょっと近いのかな。ちょっとそうですね、もう現地飲むのは相当いいんで、もう甘いよね、ちょっと甘すぎますね。なのでこれから作るのがちょっと甘さ控えめじゃないですけど、で砂糖も使ってないんです。砂糖の代わりに稲子豆っていう天然の豆を使ってるんですよ。稲子豆っていう、まあ、よく天才糖とかって言われて、うん、あれに近いような感じで、天然の砂糖を使うような。で、ミルクが粉状のミルクが入ってるんで、まあ、ミルクはミルクなんですけど、これを、まあ、例えば粉を牛乳と一緒に割って飲んだものっていただいたりとか、なるほど、結構、なんか、そういうのが甘酒と飲んだりとか、あと豆乳飲んだりとか、面白い。そうそうそう。っていう方は、まあいいんじゃないのって言われて、なんかそれはすごく楽しみで、なんか飲み方、すごく、さまざま。アレンジが効くんだね。アレンジが、そう、アレンジが効く。面白い。なんかあと、例えば、違う方で、なんかお菓子にしたりとか、それにかけて、お菓子にちょっと入れてみたり。なるほど、なるほど。いや、面白いね。じゃあ、ちょっと。いや、もう一回行ったとき、ちゃんとも、なんかもっと持って帰ろう。あ、そうですね。そうだったな。いや、気づかんかった。なんか不思議な味のコーヒー、コーヒーやな、ぐらいで、ちょっと収まってて。美味しかったけど。そうそうそう。こんなに体にいいんやったよ。なんか初めて飲む感覚ですよね。あの、そう。あの感じ、体験として面白いっていうのをちょっとから。そうそうそう。なるほどね。あ、なんかクルディスタン料理屋さんで飲んだコーヒーがピスタチオコーヒーだったかもしれないっていうコメントが。東京の、はい、ありますされます。あ、そうなんだ。いや、そうかもしれない。東京でもね、飲めるんです。フィッシュコーヒーっても言われてるみたいなんですね。そうなんだ。クルディッシュコーヒー。コーヒーとも言われ、ちょっとトルコではあんまり呼ばないんで。そうね、クルド、あんまり、ちょっと、なんか、いろいろあったからね。歴史がね。多分だから、ちょっとコーヒーとか、面白い面白い、はい、ちょっとミロっぽいっていうコメントがあるんですけど、ちょっとまあ確かに近い気づいちゃいました。気づいちゃいました。ミロなんです。ミロに近いんだ。ミロに近いわ。ミロ大人版ミロって僕は思ってて、あ、いいね、いいミロって言っちゃうと、ミロって言っちゃうとダメなんですよ。日本 NG なんで大丈夫。商品掲示法なんだっけな。あ、なるほど。はい。いろいろと。口コミでね。口コミで。そうそうそう、なんか、ミロみたいみたいなハッシュタグついてたら、もう、
ダメだけど、ちょっとなんか、え、まあ、ミロみたいだねって誰かが言うのはいい。でいいです。そう、それは、それかわいいです。ツッコミで使えますって書いておいて。もう硬いやん。プレゼントって。いや、面白い。まあだからそんなわけで、ちょっとないいお時間なので、そろそろ締めに行きたいなと思うんですが、そんなわけで、あの菊池くんはもう泉いるで、本当にあの現場のお母さん方と一緒にですね、あのぜひウェブサイトとかホームページ、あの Facebook ページとか見てもらいたいんですけども、本当にね、人と人との温かい関係を作ってですね、現地で活動してて、あの、まあ、見てたら絶対応援したくなる人なので、あのぜひぜひ引き続きですね、菊池くんの応援をあのしていただけたら、僕も応援してるんですけども、あのファンになっていただけたら嬉しいなって勝手に思ってます。ファンなんていうの、そんなめちゃめちゃ今すげえ恥ずかしかったです。だから3人、はい、菊池ファンクラブをね、ぜひね。あの余談なんですけど、ムッキムキです。趣味が筋トレしかないんですよ。逆に言うと趣味が筋トレしかないっていう意味だなんだ。ちょっとなんかそれリターンでもいいんじゃないの、一緒に筋トレしますみたいな。もう行きます、行きます。いやいや、そんなね、いろんな引き出しが山ほどあるあの菊池君にまだまだ聞きたいなって思う方はですね、この後あのズームにも残ってもらえるので、あの交流会サマルという、あの今日の、はい、あの冒頭にも説明しましたけれども、日が暮れた後も夜更かししながらあの友達と楽しく過ごすという意味のアラビア語がサマルって言うんですけども、今度サマル、木曜サマルのサマルはですね、ここからがある意味本番でございまして、あの皆さんに来ていただいてですね、ダラダラ喋る、あの学びがあるかどうかちょっと正直分かんないんですけども、あのダラダラ喋って、あの仲良くしてますので、皆さんもあの仲良くしにあの来ていただけたら嬉しいなと思います。あのコメントでですね、草浦さんがイズミール好きな街でしたって言ってくださってるけど、いいですよね、イズミール。僕も行ったことがあるんですけども、あ、港町で海がすごい近くていいよね。ぜひぜひ皆さんもあの本当に、コメントでもありましたけども、自由に行き来できるようになった時にですね、皆さん、イズミールに行ってですね、そして菊池くんと一緒に筋トレをしましょうということで。それでは、以上となります。あ、コメント欄、うちの母もですね、あの素敵な方ですね、楽しかったですとコメントが。わ、恐縮です。はい、そんなわけで、今日は以上となります。皆さんよかったらこの後サマル、このズームに遊びに来てくださいということで、以上になります。皆さんありがとうございました。そして菊池くん、ありがとう、楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。ピースブシリアはシリアの子どもたちへの教育支援と戦争の前と後を伝えるという活動を軸としてやっております。ここからも支援が届かない地域に住む場所に届ける希望ということで、教育支援、そして、戦争の前と後、かわいそうじゃなく大好きだから行ってみたい国へということをコンセプトにですね、伝える活動をしております。戦争前はですね、シリアとっても豊かだったんですみたいな話を、あの来月ゲストにね、いろいろお呼びしている方もね、シリアにあの行かれてた方がいっぱいいらっしゃるので、ちょっと楽しみにしてください。久々のシリア会もね、来月やります。まあ、戦争の予定ですね、とはいえ収穫率が下がってしまった場所などもありましてですね、そうなると物乞い兵士ということも選択肢になってしまうという状況を受けてですね、子どもたちへの教育支援を大事にということでやっております。伝えるというところのところで木曜サマルというのをやってるんですけども、まあね、寄付とかも集めてますので、ぜひぜひちょっと何回も何回もなってしまうんですけれども、よかったら、パートナー会員などにもなっていただけたら嬉しいと思います。また